津田義隆12月15日から1988年3月19日は日本の海軍軍人航空自衛官である第12代航空幕僚長。海軍機関学校出身者が対象に相当する地位まで昇進したのは帝国海軍自衛隊を通じて津田が唯一の事例となった熊本県出身。かも中学4年時に 陸軍士官学校を受験するが、身体検査で不合格となり、海軍機関学校へ進む。卒業後は、練習艦隊機関、カトリに乗り組み沿用公会に参加するが、欧州の選挙区により遠用公海が、前半の近海公海のみで中止となり、そのまま、カトリ乗り組みとなるが、大東は戦争開戦直前に、海軍練習航空隊整備学生を命ぜられ、退官する。 整備学生を卒業後は、航空整備将校として、フィリピン、ソロモン諸島など南方諸島の前線基地を転戦した。1943年4月、操縦への転換を命ぜられ、海軍練習航空隊特集科学生となるが、教育中に体を壊し、再び地上勤務となる。戦後は、公職追放のため実家で農業をするが、1951年12月、 警察予備隊に入隊。1954年7月、航空自衛隊発足と同時に転換。航空自衛隊でも航空整備に携わり、同年8月から米国に第1号として留学し、航空機整備商工課程で学んだ。帰国後は浜松の整備学校で整備幹部課程を作る。その後は空爆で人事畑での勤務を重ねるが、 人事課長時代に大病を患らい職務から離れる。1969年8月、第8航空団司令として復帰し、空爆人事教育部長、中部航空方面隊司令官を経て、第12代航空爆料長に就任。空爆長在任中に、ミグ25事件は発生するが、入院中のため、その対応を空爆副長の平野明に委ねた。ありがとうございます。